大安城古墳群は、福島県郡山下村町にある、古墳時代前期後半頃の築造と推定される、前方後方墳1基、円踏み4基からなる、古墳群。1号墳は、東北地方最大の前方後方墳で、国の史跡に指定され、周辺は、大安城史跡公園として整備されている。大安城古墳群は、福島県の通称中通り地方の中部にあり、中通りを、 南から北へ向けて干流する阿武熊川の東岸、朝香盆地に面した標高約250メートル、平地からの飛行差約15メートルの低給料上に立地する。1991年に発見され、郡山市教育委員会が1996年度から1998年度にかけて発掘調査を行った。1号墳は阿武熊川流域では、 最大級の古墳であり、また、前方後方墳としては、東北地方全体で最大規模の古墳である。同じ福島県内でも、合図地方では、前方後円墳が卓越しているのに対して、中通り地方に所在する本古墳は、前方後方墳であり、前方後方墳を盛んに築造した、下屋国なす地方との関係が伺える。前方部を北に向ける。 前方後方墳であり全長は約83メートルと推定できる。これは前方後方墳としては今のところ東北地方最大の規模である。墳球は一部改変を受けているが元々存在した自然球を削り出した後方によって前方部が2段畜成、後円部が3段畜成で作られている。後方部の墳球斜面から赤色取りされた 底部先行の壺形川原家が多数出土しており、本来は墳町に据え置かれていた可能性が高い。後方部墳町はかなり作兵を受けており、表土のすぐ下で南北方向の主体部が確認された。長さ10メートル、幅2メートルの粘土棺の床を設け、そこに長さ9.2メートルの長大な木管を安置している。内の北寄りに部が巻かれており、その南から、 腕は形石製品1点が出土している。それ以外の副葬品は、館内南半部に置かれており、太刀、剣、槍、鎌、板状、鉄符などが出土した。築造時期は、出土遺物と築造方法などから、4世紀後半頃と推定される。2000年9月6日、国の史跡に指定され、他の古墳と共に、大安城史跡公園として、整備、保存がされている。 近くの村に住んでいた一族のものと推定される塩墳が隣接しているが一部は宅地開発で消失している部分もある。石串炉と呼ばれる腕若立石製品は東北地方で初めての確かな湿度例である。緑色業界岸製であり放器として飛壮者に添えられていたと考えられる。館内北部から湿度しており、そこからは祭祀の痕跡が確認できる。 館内南半部からは、立ち一点、県一点、槍一点、鎌一点、万丈、鉄府一点が出土している。立ちは、鞘とはの木部が共に良好に依存し、2センチメートルほどの幅の布を巻いた上で樹脂で固めている様子が確認できる。他の出土品としては、壺形河原家、槍が奈な,などがある。石釧路に対しては、館体孔1.6センチメートル、 艦隊幅1.7センチメートルが位置を超えないので、車輪席と分類している指揮者も多い。参考文献、三浦俊明2012、古墳時代前期における、石製品の流通石川県博物館起用、第24号石川県立博物館、発光石板によりできた石室。郵便番号963-1161、大安城古墳群の付近には、大前寺古墳群、 中山田古墳群、山中日照大石、長崎遺跡などが密集しているほか、以下のような遺跡も立地する。郡山市文化財調査研究センター、クロスポイントボリューム11、18群教文第71号。郡山市。2020年2月29日閲覧。郡山市文化財調査研究センター、クロスポイントボリューム24。 福島県文化財センター遺跡データベース、ありがとうございます。